皆さんこんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います。2019年2月23日土曜日、暗号資産草根委中野研究会。はい、この動画を視聴するすべての方への注意点ということで、えー、毎回挙げさせてもらってます。 ここでね、動画をストップしていただいて、大きい画面でね、いちご一句、えー、とても重要なことが書かれてますからね、えー、動画をストップしていただいて、えー、一ち一句ですね、内容をしっかりと読みください。で、ここに書かれている内容すべてをね、ご承諾いただける方のみ、えー、この後のですね、YouTube 動画をご視聴いただくことができます。もしね、一期一句どうか、<laughs> 一ち一句でもね、 どこか一か所でも、えー、省略できないという方はここで動画を見ずにですね、えー、そっと YouTube 動画を閉じて、えー、他の動画を見てくださいそれでは続きをいきます本日のお題ですねはいなんとですね草コインなんとわずか1週間で10万倍の大ブレイクかと、えー、今後どの草コインが爆発するのか 有望草コインの見つけ方をお知らせしていますということでですねどういうことかということでウェブの方を見ていきましょう昨日ですかねえ草コインがねえっと6000倍ぐらいになったっていう話をね1週間でねえっていう話をソルコインでしたっけ話したんですけども そのソールコインがね、さらに伸びてます。さらに伸びてます。ちょっと見てみましょう。まずはコインマーケットキャップを開きます。コインマーケットキャップと入れてですね、仮想通貨の時価総額、コインマーケットキャップ、一番上ですね、えー。見ますね。そうすると、えー、仮想通貨の数は、えー、上場している数は2086と。 えー、市場は1600、1万6127もあると。で、時価総額は14兆9千億円ですね。はいはい。それで、まあ、ビットコインとか、やっぱ上がってますね、全部ね、えー。引き続き上がってると。それでビットコインの金額がもう44万円になったので、1位35万とか36万でしたから、かなり上がってきたということですね。で、こう、すべてを見る。あ、その前にね、これ日本語になってるかどうかと。 日本になってるかどうか、あとは JPY ですね。これ日本円のことですね。なってるかどうか見ていただいて、す、え、べ、ー、てを見るを押すとで。これ時間かかるので、少しほっとくってことですね。はい、CPU がちょっと弱いパソコンだとすごい時間かかりますね、ここはね。うん、で仮想通貨投資を進めるのであれば、す、え、べ、ーまあ、ての始まりは、このコインマーケットキャップから始まるんですね。 ここで、ここが全ての、はい、全ての仮想通貨は、ここから始まっています。で、これね、あのー、ここに示した2086の、現在上場しているですね、仮想通貨の数が全てで 1, 1枚のページに出てきます。さっきはね、上位、時価総額ランキングで上位100個しか出てこなくて、次のページ、次のページってなるんですけど、これはもう、ね、時価総額ランキングから全部、 2086種類のコインが出てきますね。それでですね、えー、まあ、ちょっと見てみるんですけど、まあメジャーコインですね、これ有名ですよね。それで、やっぱりその7日間で見ると、7日間の上昇率で見るとすごいですね。えー、ビットコインは10、まあ、ほぼ10%、1割上がってるし、イーサリムは2割上がってます。1週間でですよ。で、EOS は36%も上がってると。 いうことで、今回の上昇はですね、軒並み、まあ、本物の可能性が高いということですね。それで、前回と同じように、この7日間の上昇率、トップランキングを見たいので、これを押します。で、時間かかるので、少々お待ちしてください。そうすると、なんと、えー、ソルコインですね、前回ご紹介したソウルコインがですね、なんと、な,な,なんと、なんと、なんと、 7日間で9%、9000%以上のアップですね。前回6000%台でしたよね。えーと、それが <laughs> 9000%を超えてますよ、ということで。他の草コインも軒並みすごい上がってますね。そういえば、ジーザスコインなんかも上がってましたね。うん、ジーザスコイン一緒にね、買った方はいるんじゃないかなと思いますね。あと、バニーコインとかね。バニーコインも上がってますね、またね。 バニーコインも175%上がってますねはい、それでまたここのですねソルコインのところを見てみるとなんとですね見てください前回の高値とか言ってたのがもう半端じゃない上がってますねはいしかも値段が15,127円ですよ前回2300円ぐらいじゃなかった,でしたっけ2300円か2600円ぐらいで えー、6000%台でしたよね。それか、そっからまた、え ?5 倍 ?6 倍 ?6 倍くらい上がってますよね。だから、え ?66、ー、6, 6, 3万6000倍え、どんだけ上がってんですかこれ。どんだけ上がってんですかこれ。だ前回ここら辺でしたよね。ここら辺の前、前回高値と、えー この、あの前回の最高値をよりは下でしたよね。ここら辺だったんですよ。ただここで1万円でも買っとけば、こんな爆上げしてんですけど、これ。<laughs> え、これどういうことなんですかね。どういうことなんですかね。なんかファンダメンタルがあった。そういないですね。で、この <coughs> ソウルコインを、 まあここまでね、上がっちゃったんで買いづらいですが、今から買うんだったらこ市場ですね。で、この2箇所でしか買えません。で、世界の取引の97%はこのクレックス24ですから、ここを押しますね。ビットコイン建てで,しですね。うん、どういうことなんですかね、これね。ちょっとこの見方が分かんないんですよね。 1>, 1時間。これですかね。ちょっと待ってくださいね。そう、こっちですよね。1万5000円台で取引されてると。で、ビッ,ビット BU は1810円台なんですよね。ちょっとこう価格差があるので、えー、価格差がありますもんですから、まあ、いわゆるこれ価格差で、まあ、 ビット BU で買って、クレックス24に送金して、ここで売れば、この価格数は儲かるっていう、アービットラージですね。アービットラージビジネスはできるかもしれませんね。はい。ということで、ちょっとここのね、あの取引所のですね、えー、見方がちょっと、見方がちょっとわからないんですが、えー、なんか上がってることを確かめたいですね。上がってることは確かみたいですね。 <laughs> これビットコインベースですがこんなに爆発してますねアメリカドルベースでも上がってますねなのでちょっと分かんないですね1日1週間ですね上がってますねかなりね一旦上がって押し目をつけて爆上げということでしょうかここら辺がもう本当にあのありんこのように見えますね あーあーこんな感じなんですね。<laughs> だから上場以来最高値ですね。上場以来上がって下がってたんだけども、えー、ここに来て爆上げしたということで、ちょっとこの草コインのですね、可能性がまた出てきてるかなと思いますね。ここまで見るとね。なので、 えちょっとまあすでにね草コインをたくさん買ってる方もですねまあい一度自分が買った草コインについて今どうなってるのか上がってるのか下がってるのかっていうのはいま一度確認する必要があるのかなと思いますそれとこれからね仮想通貨投資やりたいという方はねえいろんな投資方法がありますでまああの ICO とかね えー、あとはマイニングとかねいろいろそのえー、騙されちゃうあの <laughs> ちょっとねう,うまくないビジネスをやってる方もいらっしゃるので、えー、お金をね損してしまう方もいらっしゃいますから十分にね注意してこれコインマーケットキャップでまあ,あの誰かに頼まなくても自分でですね海外 国内及び海外取引所で自分で購入することができますから仮想通貨はね誰かに頼んで買ってもらうとかお金を預けて運用してもらうんじゃなくて、えー、自分で買って運用すると、えー、そういうのがねできますからで私たちはですね <laughs> あのど,のどの銘柄を買えばいいよっていうことは言わないですそういうんじゃなくて、まあ、いわゆるあれですね 砂漠に行ってですね、井戸を掘ってあげるのではなくて、井戸の掘り方を教えてあげることをやってます。ですから、仮想通貨投資でですね、どれを、えー、どれだけ買えばいいよっていうんじゃなくて、えー、例えばその有望草コインの見つけ方ですね。見つけ方を教えるということをやってます。まあ、草コインの投資法、草コインの有望草コインの見つけ方の初級編とか、上級編とかね。 そういうものをですね、えー、有料会員、毎月1万円必要なんですが、そういうものをですね、教えたり、あとセミナーであったり、あとは個人コンサルティング依頼、こういう1万円ですね。まあ、あの、個人コンサルティング依頼はですね、一旦有料会員ですね、ならないと、まあ、個人、えー、もう最近は行かないようにしています。なので、ね、まあ、実質的には2万円かかっちゃうということですね。はい。ただ、有料会員は1ヶ月ずっとみ見てて聞けますからね。 仮想通貨の話と、まあ、投資手法の話ですね。それと FX ですね。あの海外口座の XM の MT4 でのですね、えー、やり方ですね。あとは相場分析とか私なりの投資手法ですね。どうやったら、えー、年間で多く稼いでいけるのかっていうものですね、えー。福利運用をしながら、福利計算運用をしながらやっていってますので、そちらもすごく、えー、好評ですね。 でもう一度ですね、7日間の上昇率見てみましょうか。まあ、これメジャーコインなんかでもすごい上がってますからね。で、やっぱり今回大ブレイクした9000%ですね。これがやっぱり素晴らしいことかなと思います。9000%以上でしたからね、多分まあ、6、まあ5万倍はいってんじゃないですかね、この1週間でね、5万倍、6、6、いやいや、4、 うん、3万6000倍か4万倍ぐらいいってんじゃないですかね、まあ。と、とにかく素晴らしいパフォーマンスを上げてますね。この草コインたちはね。はい。ということで、えー、このね、2000種類以上ある草コインの中で、どれを買えばね、その何万倍と。例えば、1万円買ってれば、1万倍で1億円ですからね。今回は、えー、ソルコイン1万円買ってれば、まあ3億円か4億円になってますからね。 この1週間でですよ。だから、それについてですね、えー、この草コインの剪定方法の動画をですね、えーまあ、明日ぐらいかな、作って、えー、2月の有料会員さんには、えー、お伝えしたいと思います。でね、あのー、先生も2月終わりだから3月から入るとかね、4月から入るってい人いるんだけども、タイムイズマネーですからね、タイムイズマネーだから、 2月は2月、3月は3月なので、3月になって、えー、草コインのね、あの、探し方、有望草コインの探し方ってやるかどうかわかんないですよ。その先のことをやっちゃってるんでね、みんなも先を知りたいから。だから、あのー、はいし、知りたいのであれば、えー、今でしょうと。有料会員になるなら今でしょうと。個人コンサルティング受けるなら今でしょうと。 時期を逃すとこういうものはね、またシュルシュルシューって落っこってきちゃいますからね。そこら辺だけ気をつけてください。それでは今回はこれで終わりにさせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。